ロブテリーは、ウェールズのボディビルダーであり、プロレスラー。スウォンジー出身。ボディビルダーとして活動する傍ら、セキュリティとして、スウォンジーのナイトクラブで働いているところ、ウェールズのプロレス団体ウェルシュレスリングのプロモーターで、あるアラン・レイブンヒルからスカウトされ、プロレスラーになるためトレーニングを開始。2007年、WWE とディベロップメント契約を交わし、 参加団体の FCW にて、ビッグロブのリングネームでデビュー。ニック・ネメスのボディーガードというギミックでね、メストタッグを組んで試合をすることが多く、2007年12月から2008年1月には、WWE のロードに参加し、ネメスと共にダークマッチに出場した。しかし、FCW での出場機会は次第と減っていき8月に、リリースとなった。リリース後は再び、 ボディビルダーとして活動するが、2009年4月よりティネと契約を交わし30日に放送されたティネインパクトにて、同じイギリス出身であるダグ・ウィリアムスとブルートス・マグナスが組んだユニット、ブリティッシュ・インベージョンのメンバーとして登場。試合のみに限らず、ウィリアムスとマグナスをサポートする役割をしても活躍し、7月22日の放送では IWGP トッ王座を保持する、 チーム 3D に挑戦した際に勝利に貢献。2010年1月27日、ウェールズのカーディフで行われたハウスショーでティネ、グローバル王座のチャンピオンであるエリック・ヤングに挑戦し、勝利、ベルトをダッシュしてみせた。ブリティッシュ・インベージョンではマグナスとウィリアムスから理不尽な指示を受けていたこともあり、2月18日の放送においてユニットから離脱し、 シングルで活動することになった。長期間、ティネ、グローバル王座を保持していたが7月22日の放送において、アージスタイルズとの王座戦に敗れ、タイトル防衛に失敗。同時に、王座の名称も現在使われているティネ TV 王座と変更になり、スタイルズから再選を要求された。これに承諾し、8月5日の放送で、スタイルズと再選したものの、 最後にはレフェリーが見ていないところでローブローを食らってしまい敗戦。帰り討ちにされてしまう結果になった。12月より大型ユニットであるインモータルにメンバー入りするが、層の厚さより試合への出場機会が減少。2011年に入りスコット・スタイナーと短期構想。5月5日、敗者はインモータルから追放されるルーザーズ・リーブズ・インモータルマッチにおいて、 マーフィーから勝利するも、インモータルのメンバーから袋叩きに、相追放されてしまった。8月25日の放送において、ロビー E にそそのかれて、ヒールターンを決意。ロビー E と行動するようになり、11月には、リングネームをロビー T として、ロビー E とタッグ戦線に乗り込むが、ティネが、オ米ベと業務提携したことにより、12月よりオ米ベへ、降格することとなった。 2013年11月16日、日本の団体でレッスルマイナス1に参戦するため来日を果たす。レッスルマイナス1ツアー2013開幕戦にて、J ブラッドリーとタッグを組んで、ジュニアヘビー級のカズハヤシンド、近藤修二を相手に圧倒的な力の差を見せつけ、最後はテリーのアバランシュホールドで近藤をマットに叩きつけ、わずか4分で干渉した。 同月24日には同じく、ジュニアヘビー級のジュニアスターズを相手に5分で勝利。29日には、J ブラッドリーとシングルマッチで激突して勝利した。レッスルマイナス1には、定期的に参戦するようになり、2014年1月には、サンライズツアー2014に出場。主に、アンディウーパンニャンと組んで、東京グレンタイ高山義弘と対戦していずれも勝利した。 2月のウエストサイドストーリーでは21日に、武藤慶司とタッグを組んで、デスペラードと対戦して勝利した、ティネオベ。ありがとうございます。